はい、ですね、こちらドライプリミアム、朝日ドライプリミアム、芳醇新商品が出ましたのでね、早速レビューしてみたいと思います。今日はですね、もんじゃ焼き作っております。何なんですか、もんじゃ焼きね、私が作りました。どうぞ。はい、これトラックもやってます。めちゃくちゃですね、まあこれはともかく、とりあえずですね、こちら、ドライプリミアム芳醇コク香りアルコール分全ての最大級ということで、何が最大級なんでしょうか。あ、アルコール分 6.5%、まあまあでかいですね。じゃあちょっとね、飲んでみたいと思います。こちらね、新商品、はい、リッチテイストです。最近こういうね、リッチテイストみたいなのが多いですからね、まあ大体ね、美味しいと思いますけどね。じゃあいただきます。ちょっとね、問題見てください。濃いな、濃いやろな。お、美味しいです。これコク香りアルコール分全てが最大級、はっきり言って、どういうんですか、キレはあんまりないです。スーパードライほどのキレはないですけども、なんですか、コクと香りいいですね、これ。上品なコク、なんかアルコールしたで 6.5% とか思えないような上品なコクですね。美味しいです。もうこれビールにしてはすごく夏場いいんじゃないですか。これあっさりした感じですね。それにてしっかりとコクもあります。はい、でね、まあキレはね、スーパードライほどじゃないですけど、ちょうどいいキレですね。これなんかバランスがいいです、本当に。で麦の味がしっかりしてますね。はい、これね、すごく美味しいです。また買いたいと思います、これね。朝日ドライプレミアム芳醇、はい、こちらね、おすすめです。このビール美味しいです。まあ新しく朝日の出た五郎丸が宣伝してる分の分、あれも結構美味しいです。あれはどっちかというとね、キレがねすごくありますけど、こちらね、コク重視、はい、まあ、キレもね、さっぱりとしてまして、なかなかいけるんじゃないでしょうか。はい、朝日、ドライプレミアム芳醇レビューでした。ありがとうございます。何で焼き、はい、これお寿司焼いてます。寿司焼くなよ。はい、ありがとうございました。